はい、マノチですよろしくお願いします。プロスピ2015やっていきましょう。本日の動画はミート G1 パワー S99 でシーズン何本ホームランが出るのかやってくださいということで、選手作りました。ヘイシリの穴というのを作りました。どうお答えしたらいいのか分かりません。はいね、もう絶対に、ね、この名前言ったらねシリが反応するとは思ってたんですけど、案の定反応しましたね。うんで、ですね、まず1年間ちょっと回してみたんですよ。でそれからなんかちょっと企画的なこと考えようかなと思ってまして、まあ俺の中ではまあなかなかまずバットに当たらんということで、2桁ホームランをねこう目指すような、企画にしようかなと思ったんですけども、まず結果見てください。こちら、はい、34本打ったんですよ。打率1割6分1厘すごいよね。めちゃめちゃすごいと思ったのこれ。あ、こんなホームラン出るんだと思ってさ。で、ランキングなんですけども、ちょっと待ってくださいよ。ホームランランキングが2位なんですよね。でその差8本ということで、これ繰り返せばホームランを2と0でもパワー99あればホームランを取れるんじゃないかみたいな、まあ正確にはミート0ではないですけどもね、ミート2もあるけどもという企画にしようかなと思います。はい、ということでひたすら回します。2回目4位、3年目ホームラン王。早かったですね。いやどっかでその選手の調子とかいじる必要があるかなと思ったんですけども、何もいじることなく行きましたね。てかすごくない？104本のうち48本ホームランってさすごいよね。もうざっくり計算だけど2本ヒット打てば1本ホームランってことだからね、めちゃめちゃすごいよね。これはすごいぞ。打率、あーいいですね、2割届かなかったけど、これはすごい選手だな、こんなんなるんだね。打点は、あ、2位か。いや、いいね。これ、あれじゃない？新人王とか取ってんじゃない？あー、取ってないんですね。取らしてはくれないんですね。そっか。で、順位がですね、いいんですよ。2位だったんですよ。ゲーム差0で、まあ、結局ね、そのリーグ優勝もできずって感じでしたけども、やっぱホームラン王がチームにいると違いますね。いや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 、これはなんかすごい発見をしたんじゃないか。パワーあればどうにかなるんだなというかなんかあのミート力ほぼおまけなんじゃねえかと思うぐらいだよね。これはすごいね。いや本当なんかすごいなと思いました。これは、はい、ということで、まあ3年目ですか。はい、3年目ですね。はい、ホームランを獲得ということで、はい、では、終わりましょう。終わり、バイバイ。